てね、このチャンネルで出てきてこうやって話すのは初めてなんですけども、まあ、このチャンネルちょっと前からあって、まあ、知ってる人は知ってると思うんですが、ブルーのね、宣伝の、僕がやってるストーリーダンスパフォーマンスブルーっていう、まあ、公演がありまして、それの宣伝用の映像を載せるためにですね、まあ、結構前に解説しまして、で、そうですね、まあ、それだけしか載せてなかったやつで、まあ、最近は無音のうちの猫のトラちゃんの映像を載せたりしましたけども、今回ねこうやって登場を私しました。で、まあ、なんで登場したかっていうと、実はですね、まあ、来年ね、ちょっとまだちょっと決まってないんですけども、まあ、来年、まあ、このブルーの第7回公演、ザ・モーニング・ロール・ザ・ラウンドっていう公演がありまして、で、まあ、それに向けてちょっとワークショップを今してまして、それのなんか模様をねちょっと見てもらいたいなと思って今回、こうやって撮っております。はい。でですね、まあ、ストーリーダンスパフォーマンスブルーっていうように、まあ、お芝居なんですけども、ちょっとダンスとかそのパフォーマンスでのイメージシーンがまあ多い公演になってまして、で、まあ、今回初中級コースと中上級コースっていうのを分けてまして、初中級コースはまあ基礎的なものをやって、中上級コースはまあ、その、まあ、ブルーでやってるようなその、まあ、ストーリーダンスというかっていうようなものをちょっとだけ入れてやっております。カリキュラムをさせていただいてます。で、まあ、その、まあ、どんな感じかっていうのをねちょっと見てもらおうかなと思って、こうやって撮っております。なので、ちょっと見てもらってね、まあ、興味あればね、まあ、またワークショップやると思うので、ぜひ受けていただきたいなと思いますし、あと、まあ、この公演にね興味持っていただいて見てくれたらいいなと思っております。それではですね、ちょっと一部なんですけれども見てもらいたいと思います。どうぞ。まあ、というわけで一部なんですけど見てもらいました。で、まあ、これだけでね、なんかストーリーダンスパフォーマンスなんだっていうことなんで、まあ、ちょっとだけ解説してる動画もあるんで、それもちょっと見てもらおうかなと思っております。ちょっとこの撮ってるのとちょっと違うんで聞き取りづらいかもしれないんですけど、どうなんだろう、なんかあれかな、やっぱり YouTuber みたいにこうテロップとか入れた方がいいのかなと思うんですけど、こうやって撮るの初めてなんで、まあ拙いです。なのでテロップもしかしたら入れられないかもしれないんですけど、入れれたら入れたいと思います。ではですね、ちょっとだけ語ってる部分を見てもらいましょう。どうぞ。自分の心だから自分の心を叩いてるんですけど、それが解けた時にどうなんですか。それが自分の意思じゃなくて引っ張られていくっていうのも どういう感情になるんだろうっていう、これはいいのかな、その流れに見回すどうしたとか、その物語を作ってわーってこっちに引っ張られる、で違う自分で行くんじゃないかなっていうねっていう物語のいかがですかね。まあ何のこっちゃわからない感じですね。一部だけ撮られてもねわからない感じなんですけど、なんかそうですね、まあダンスバーッ、まあ、ダンスコインとか見に行ってダンスバーッってやるんですけど、なんかちょっとその例えばすごいダンスの知識とかないとよくわからないとかよくあると思うんですけど、なんかそういうんじゃなくて、そのまあ役者がやるダンスということで、そのよりダンスなんだけどよりまあ、サイレントアクトに近いようなものにしたいなっていうのがあって、でもただ分かりやすいだけじゃなくて、お客さんに想像してもらえるようなそんな感じでやりたいなと思って、まあ、つけてて、でそれがまた、まあ、演者に何ですかね、このダンスっていうのはその、まあ、物語があって、そのどういうふうに動くのかっていうのをまあ何ていうんですかね、問いかけてるというか、どういうふうに演じるのか、セリフもないそのまあなんですかね、振りが決まってる、その中で振りっていうのがセリフと同じような意味なんで、どういうふうに感じるんですか、ただ踊るっていうんじゃなくてどういうふうにしますかっていうお話をしているのが次の動画かなと思いますので、ちょっと見てください。どうぞ。セリフに頼らない、あるいは表情に頼らないとしたら何を表現しますか。セリフかマスクか表情も名詞なんですか。じゃあ何で自分のショックなり悲しみは何で表現します。
じゃあ一番最初あーってなって、でこれってあーってなるときに感じてないと、たとえギター君感じてたら出るから。でその思いによってどれぐらいの思いかによって止まった時の落ち込みが変わるんですよ。インディキーなので、だから振りは4カウントになりました、下向きます、変わります、トーンです。あ、振りは、はい、まあ見てもらいました。あとなんかこうもうちょっと分かりやすいんじゃないかなっていう別バージョンのやつ、まあ一部なんですけど、あの見てもらいたいなと思うんで、続けてどうぞ。最後の壁が草の池上みたいなものなのか、スチールのとでかい壁なのかによって感じが変わると思う。なんかやっぱ急にパッて出てくる時に草だったら、うわぁ、いけるなってなる。でも、別に、まあ、正直これでもいい。まあ、言ってしまえば。これ自体はもらうけど、あ、いける。あれ、いけんじゃないかな。え、あ、じゃあ、あ、ありがとう。これ、絶対いけるな。鉄だったらさ、もう絶望じゃん。もう無理なの。時にえってなる感情が変わるはずなんだよね。で、どっちもいいでしょうし、何でもよくて、そのどういう風にしますかっていう、この振りで感情表現してほしいんだけど、どういう風にしますかっていうことで、で、そのさっきも言ったけど、生け垣は抜けるなっていう、これは説明だよね。で、それは別にいらないです。説明は必要なくて、どういう風に動いてるのかみたいなっていうのがあって、鉄を触ってるのと岩なのか、まあ、草の場合によって感覚が変わると思うんだよね。手の感覚が違うから、あと圧力とか自分への圧力が変わるし、まあ、それを積み重ねていってくれるといいなって。どう出た だな。つまりどれがいいかなと思ったんだけどなって、まあすごい大まかに言うけど、悲しいっていうものが出たね。で、悲しいからこそこの人を落とすなって、どうがだから、募集の時感動的なんですかってなるよね。その、さっきの学校の言うんですけど、その感情が必要です。学校ももちろん必要だよ。出ないと今の、愛なのか楽なのか、どんなのか出てこないじゃん。だから、学校も大事。それ考えることは大事。で、そこで終わってて。それを使って、どう心を動くのか。だから、こう動いてから、こうしたらいいってことだから。要は、学校もしかない。はい、それではですね、見ていただいたんですけど、今回、はい、最後にね、締めにちょっと来てもらったんですけど、はい、服がちょっと違うんですけども、はい、別日だということが結構ありました。実はですね、確かに合わせればよかった、はい、ちょっとね、失敗したなと思うんですけど、はい、ただ昨日から同じ服を2日間着てたらやばくない？そうですね、やばいですよね。進めましょう。あ、そうですね。まあ、そのわけで、小林晴夫さんには、はい、9月のこの見てもらったやつの、はい、まあ、カメラで撮ってもらったりとか、うんうん、はい、あと参加もしてたんだよね、前回。そうです、一番最初は。あ、違う、前回は違うんだよね。前回は6月にもワークショップやってて、その時は参加してたんだよね。普通に参加して、で、9月、この見てもらったやつの時には、別な寄りで。手伝いで、寄りというか、もう完全に寄ってた。だってやってないから。そうですね、相手役しかやってないです。そう、相手役やってもらったり、はい、あと、そのカメラ撮ってもらったりとかして、なので、ちょっと画質が悪いとか、ちょっと音が悪いっていう文句は、多分、ハリオさんの方に言っていただければ。すいませんでした。そのわけで結構となんかね、絡んでくれてるというか、あとブルーもね、当日結構お手伝いしてもらって、お手伝いして本当にお世話になってます。いや、こちらこそです、楽しいです、はい、あとなんか、まあ、ハルル中に今回ちょっと、まあ、アシスタントでね、ガンツちょっと伝ってもらって、はい、思ったのは、はい、情報発信って大事だなと思って、おなんか6月にワークショップやった時って、はい、本当にまあ、結構集まらなくて最初はで、その
で今回その、まあ、またやるってなった時にちょっと、まあ、ご相談をして、はい、そして結構ワークショップ受けてるのいろいろね、いろんなワークショップワークショップオーディション受けてます。結構受けててお仕事探してそんでその、まあ、あの有名なレビューサイト書いてる方を知り合いで、はいはい、ちょっと載せていただけませんかねって頼んでいただけませんかねってちょっと頼んでもらってそれに掲載してくれたら結構パッて新しい方がねそう結構見たことない方が、はい、それは非常に刺激的で楽しいなって感じでね確かにいいですよね、はい、出会いはで、まあ、なんかそのなんか感想的な、うん、感想ですか感想なんかそのそれこそ私はいろいろなワークショップオーディションを受けてるんですけど、うんうんうん、すごい他と違います本当あれは、うん、あどう違うどう違うなんかなんかあれは違う話しちゃいそうなんだけどひどい聞いたのになんか大内さんが受けてくれてる人に媚びないですよねそれはいい意味大丈夫いい意味ですよ大丈夫ですかいい意味なんかやっぱり伸ば全員に対してすごく誠実にその人を伸ばそうとする方ででも他のワークショップオーディションだともうこの人は正直、うんオーディションなので落とすやって人には、まあ、明らかに適当なことを言うんですよなんか、あ、いいですねとかって言ってよくないのに誰が見てもそう思うのになるほどそれをしない有吉さん大丈夫ですかそんなことえ、ダメなんですかわからないですけど大丈夫かないや素晴らしいと思いだって役者にとってはね、お金払ってあまあそうなんだよね見に来ているからそのワークショップオーディションとはいえ、うん、その一応ワークショップが最初 でその僕がやったそのブルーの携帯で、うん、オーディションだったとただオーディションやるだけだと、はい、どうしても難しく分かんなくてそうですよ、ね、っていうのがあって、まあ、その まずワークショップをやることによってプラスそのどうですか出演したいですかどうですか、うん、っていう形のものをやらせてもらったんですけどそうなんです そうなんです、まあ、それでそのなんかねそのお友達ワークショップの仲間もね、うんその、はい、呼んでいただいてよかったなと思って楽しそうに帰っていきますよ友達がそうそうそうでその、はい、今その言われてそういうのが言おうと思ったんだけど、はいはい、ちょっと忘れちゃいました。これいやよくあるやつですよ。よくあるんですけど、ちょっと忘れちゃいました。すぐ忘れちゃうんですよ。忘れちゃうんですびっくりするでしょ。さっきのこと忘れちゃう。でも急に思い出したとかな。そう、バーって。そう、だからあのよくクラッシャーって言われるよね。話の腰を折るっていう。思い出したらすぐ言っちゃわないと忘れちゃうから。なんで忘れちゃったかなっていう。そうなんですよね。まあそんなわけでね、あの、はいまあ、今回そのそうそうなんです。今やってて、はいでまあ、今コロナ禍ということで、まあ、いろいろまあ感染対策とか気をつけながらやってるんですけど、その、まあ、ちょっと一つ、ね、あの弊害が出てましてね、やっぱりそのあれなんですよ、感染、まあ、対策っていうのもあるから、まあ、体調悪くなったらもう無条件でキャンセルしてくださいっていう、当日でもね、そうなんですよ、うんあのまあ、責任なくっていうことにやったら、はい、意外と当日キャンセルが多いっていう、そうなんですよ、意外と。しかも別にね感染とかじゃなくてね。どうなんですかね。まあ、うん、実際のところはちょっとわからないんでね、うん、あれですけど。いろんな方がいますけど。はい。はい、まあでも、うん、そうですね。あの一生懸命やりすぎてちょっとだいぶ疲れるっていうね。いや、すごくて、それこそ9月の最初の方のとかは、もう全力で全力以上ですね。150% 出しすぎちゃってて、終わった後もヘロヘロになっちゃってらして、そりゃそうだわって言って。そうなんですよ。でも。そうなんです。まあ、それはちょっと話したんだけどね、うん、150% でやっても届くのはたかが 10% 20% しか届かないっていうのはやっぱり1日目にやってあの大きく分かったんで、まあ、そこからはねあの、うんまあ、実は80とか60、60、70ぐらいでやった方が 30% 届くっていう可能性もあるっていうね、うん、あ逆にね実は逆にっていうのもあったんで、学びましたちょっといろいろあの、あの話し方とねちょっと学んでいくっていう、うん、であとそうあの俳優とかはほら、うん、あのキャラメルボックスの俳優教室もね講師だったあ、リストでした。俳優教室はダンスだけど、ダンスの先生新人訓練でも講師やってた。私の代は何回か。そうだね。あれで、それとはやっぱり違う感じだったり。あ、正直その時の自分が今と違うので、多分大内さんは変わってないと思います。本当？うん。そうか、でもね、あ、そうか、僕はちょっと分かってない。その、うん、ダンスを教えてる時は、今回そのストーリーダンスって言って、まあ、やってて、はい、言ってるように、やっぱりみんな、キラメルボックスの俳優教室に来てるからダンサーになりたくて来てるわけじゃないからそうです、俳優、ま、俳優として踊るのはどうだっていう話を結構してるから多分同じような感じだと思うんだよね確かに確かにキラメルボックスの新人訓練の講師をしてるときって、うん、その自分の演劇館では喋ってないやっぱりああそうですねキラメルボックスの演劇館に合うように喋ってる、うんうんうん、そういう意味では違いますよ、うん、もちろん行ってくださることの
違います、内容とかは。こんなことぶっちゃけていいかどうかわかんないけど、別にそのギャグとかしなくていいタイプだから。むしろしない。でもその感情がすごい動いたりなるのが面白いと思う人なので、でもそうですね、今回とか、自分のワークショップとか、そのブルーの公演とか、例えばそっちをメインにしちゃうかなっていう感じで。違いますね、団体ごとに。はい。そういう意味では。そうなんです。だから一応ちょっと変えてはいたんですよ。うんうん、やっぱりナビさんの演出のもとに集まってる人たちなんで、ナビさんの演出に沿ったようなことを言ってたんで、やっぱり。だとしたら、キャラメルの新人訓練の講師の時が一番優しいと思います。あ、逆に私その時、新人訓練って本当に辛いんですけど、大内さんだってなった時に絶対怖いよと思ったら、その講師陣の中で一番怖くなかったです。ということは別にもちろん優しいことでもちゃんと思ったこと言ってくださるんですけど、やっぱりブルーの方が自分の団体でやりたいことだから、もちろん細かなこだわりもあるから、すごい細かな指示になるんだと思うんですけど、キャラメルの時は、なんかもう、すごい笑ってらしたり、なんていうのかな、そう。ああ、まあね。なんていうんだろう。いや、でも、逆に泣きやがったんです。ギャグを、絶対に、このワンシーンに3つ入れろとか、指示があるんですよ。そうなんですよ。だから、それ入れてない場合は、なんで入れないのってなるけど、あの、まあ、面白く、滑り笑いもあるから。そうそう、もしさん結構、ナビさんだとムってなるのが、笑ってくださる。すげえ滑ってんな、めっちゃおかしくなるんだよね。そう滑ってんなーって言って。そう。だからその、でも滑ってるってことは何かやってるってことだから、それは一つの評価でもあるんだよね、やっぱり。やってみないとね、わからなかったし。何もやってないときはちょっと怒っちゃうんだよね。わかりました。本当その感覚はそうでした、その時は。はい、って感じで。まあ、なるほど、そういうね、違いが。違いがあります。やっぱりこだわりがありますね。はい。まあ、こんな感じでダラダラしてる感じなんですけども、まあ、こういう感じでよければですね、まあ、何回か更新またしていくかなと、はい、あとあの今10月のやつをやってるんですけど、はい、そういうのもちょっとやろうかなと思ってるんで、はい、またもし興味あればあの次もちょっと載せていきたいなと思うんで見てください、はい、よろしくお願いします。トラちゃんの動画も載せてください。トラちゃんの動画もね、あのたまに載せたいと思うんでリクエストしました、はい、あのもしよければね、あのチャンネル登録者数がすごい少ないんでね、あの聞いてください、はい、この間まで13人だったんですけど、はい、今15人になりました。おめでとう。一人私。よかったよかった。まあそんなわけでね、まああのまあ良ければって感じで、はい、あのまあそんなに確かにね、更新ペットが登録増えるとね、そう思います。そうだよね。これからですね。いやあのでもあの僕お家で撮影できるようにスイタテ買ったの、はい。そうだ、おっしゃってました。ちゃんとスイタテをなんか今まではねちょっと洋服とかが後ろがちょっとズームで会議をするとお洋服があの知り合いの。やつだったらいいんだけど、ちょっとあの一般の人にこの汚さを見せるのはまずい。汚くないですよ。まずい。私生活がすごい見えちゃうから。そう、私生活。そうです。あとは、まあ、あの夜とかはそうだからライブ配信もできないんですよ。あ、やっぱご家族がいらっしゃる。子供がいるんで、ね、邪魔されるんでちょっとできないんですけど、はい。なんでまあちょっと録画にはなるんですけど、あのまあちょこちょことアップしたいかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。